はい、劇団名のキム・チョリです、よろしくお願いします。今度、11月の21日から始まる、関西演劇祭2020お前は芝居だろかにですね、メイがタンデム・ボーダーバードという作品で参加いたします。今まで そのメイのメンバーとはちょっと違ってですね、今回メイはちょっと僕だけなんですけども、去年のチャンスというお芝居で、出会った若い子たちと、そして僕がちょっと教えている演劇部の女の子2人と、また今回出てました上田ひろゆきさんと一緒に45分の短い爆走芝居をやるんですけども、まあ、1951年から始まって1990年代後半まで、ほぼ40年にかける話を45分にギュッと短縮して時代2つまたいで、また重く取られる内容ではあるんですけども、字面だけ読んだらすごい重い話なんですけども、その痛快に明るく徹底的にコメディで描きます。僕たち の出場会がですね、2020年今年ですね、11月の21日に、君の青春さんという、劇団と、同じブロックです。これが、15時開演です。すみません、僕たち開幕公演なんです。よろしくお願いします。開会式の後に、そして11月23日、アーティストミットイカスケさんと一緒に、11時半から、上演いたします。そして11月28日の最後の回に、吉本新喜劇 の佐藤太一郎さんが主催される、アンサンブルヒーローさんと一緒にメイが、16時半から、開始いたします。本当にもう今回ものすごい面白い、演劇祭になっておりまして、そしてまた場所も TT ホールという大きいところになりましたので、その中をもう惜しげもなく暴れますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんぜひ見に来てください。